ミネオ TV、 ミネオ TV。 はい、皆さんこんばんはです。ミネオです。今回は、ちょっとね、いろいろサイレントがまたありましたということで、ちょっといろんなサイレントを探っていきたいと思います。大きくは3つかな。まず1つ目はこの戦場、こちらまさかのまさかのなんですが、シーズン報酬の再鍛錬の石、これがだいたい半分ぐらいになってます。っていうね。これがですね、鍵とかは減ってないかな。これね、前100個近くあったんですけどね、半分ぐらいになっちゃってる。まあやりすぎだったんですかね。うん、なんですけど、特に多分告知ないんじゃないかな。サイレントで減ってるんで、ここ気をつけてくださいね、皆さん。はい、まさかの半分ぐらいになってますからね。はい、そして2つ目、今回流血の道、こちらがかなり難しくなっている模様です。はい、サイレント2つ目ね。まあ、倍とは言わないけど、1.5 倍ぐらい難しくなってる、強くなってるっぽい。なので、軽く100回いけてた人もちょっとなかなか苦戦してるみたい、うん、です。なので、実際、こんな強かったっけってなってる人いるかもしれませんが、ちょっと強化されてるので、そこは注意してください。はい、3つ目です。はい、これね、これはアプデごとクリなんですが、ドロップ、レジェンダリードロップ、これ結構上がってるっぽいです。特に、宝箱、あと、エリートモンスター、青とか黄色からも、全然以前は落ちなかったのに、普通にポロポロ落ちるようになってるっぽい。なので、宝箱とか、エリモン見つけたら極力ね、倒していくようにしましょう。結構これ変わってきてるみたいです。まあアップデートたまたまなのかっていうところと、あとこの財宝探しも、これもね、これは体感になってくるんでちょっとあれなんですけど、結構ねドロー率上がってるっぽいです。なので、ちょっとね、どのくらいかって言われるとあれなんですけど、まあ持ってる方は、まあ財宝探し、セッティングしていって、ちょっと買ってみるのもいいかなと思います。かなり、うん、変わってきてるっぽいです。はい。はい、そしてちょっとね、これは、アップデ情報後の余談なんですが、バグも発生している模様です。はい、特にネクロマンサーの方、はい、装備の抽出等がなんか若干バグってるらしいので、そのあたりちょっと注意してもらう必要があるかなと思います。はい、ということで今回ね、ちょっと気をつけてほしい部分含めたサイレント修正3つお伝えいたしました。またよろしければ、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、クランの申請よろしくお願いします。それではバイバイ。